私と私の奥さんが、フェニックス・ライト日本で逆転裁判がすごい好きで、最初は僕はまあそのワンを買ったんですよ。ですごい面白くて、で奥さんにやってごらんよ、その時はまだ結婚してなかったんですけど、でやったらすごく面白かったらしいんですね。彼女もすごいファンになってしまった。で2をが出た時には私に先にやらせなさいと、まあオーダーが出まして、で僕も考えました。ちょっと嫌だったので、でも逆らえないので、なのでリリースの日付が出ても彼女は別にチェックしてないので1ヶ月後に教えてまして、僕が先に遊んで、で今日発売日だよって1ヶ月後に彼女に渡しました。ちょっと僕もパーフェクトじゃなかったせいでセーブデータを消すのを忘れてまして、あれ何このクリアファイルみたいな話で、でまあちょっとそれですごい怒られまして、ちょっとそういうのはどうかと思うと、でさらに調べられたら、まあ、発売日もねなんかちょっと今日ではないと、1ヶ月前ではないかという形で、こうその日本でいうその反省させられ、正座させてさせられて、で次回もただ3もやっぱり私は言いたくなかったんですけど、残念ながら今度は発売日はもうチェックされまして、今度の何月何日に出るよね、買って家に持って帰ってきて渡しなさいっていう形をされまして、で私は結局だからその後1ヶ月待つ羽目に、なることになってしまいまして、そうですね、まあ、4以降も全てもそのルールでうちは動いているという形で、まあ、関係性が分かっていただけたかなとそんな感じです。すみません。